はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2022年2月の18まで来ましたか。はい、ということで、今日は快晴ですね。昨晩寒かったですね。なんかもう今大寒波が来てるみたいな話でね、結構また、雪がね降るところ多くて、なんか場所によってはね、観測史上最大の雪とかね、今年は雪本当に大当たりでしたね。ということでね、なかなか雪が多い地区場所だとね、農業ね、種まきだとか畑だとか作業ね、皆さん大変になると思うんですけどもね、どうぞね皆さんご自愛ください。はい、ということで、はい、堆肥を入れてるんですけどね、新兵器を導入いたしました。ここね、えっちらおっちら一生懸命ね、一輪車ね、通称猫ってやつでえっちらおっちら入れてたら、お世話になってる本人のね社長さんがね、動画見ていただいて、いやあれだったらこれも貸してあげるからやってみなってことでね、はい、これですね、これ通称ボブキャットって言うんですよね。通称というかボブキャットっていう製品なのか知らないですけど、僕も名前だけは知ってたんですけどね、使ったことはないんですけど、まあこういうね、いろんなところの現場でね使われるんだと思うんですけどね、こんな可愛いやつです。それでね、本当はというかね、まあ僕はユンボはね割と使ったことあるんですけど、ちょっとね操作がね違うんですけど、多分まあこっちの方が簡単は簡単なんですけどね、慣れるまでがちょっと大変でね、昨日の夕方ぐらいからちょっとやり始めてね、ようやく今ちょっとお昼ぐらいなんですけどね、はい、やっぱりまあ早いですよね。この15メートルのね、ところに入れていくのにもう30分もかからないぐらいですよね。30分ぐらいかな。なのでやっぱりこれをね、まだこちら側にどんどん作っていかなきゃいけないんですけど、やっぱこれでもう導入しないとダメですね。はい、っていうことですね。まあちょっとやってみますけど、ただね、こっち側から入れやすいから入れちゃいましたけど、こちら側がねまだ入ってないんですけどね、ここがね意外と道路がね3メーターあるんですけど、まだ慣れてないんでね、ここは走りたくないんです、できるだけねこっち側ね田んぼなんですけど落ちたくないのでね、だからこちら側からどんどん入れていっちゃったんですけどね。はい、ということでまあやってみますかということで、堆肥の山をねこうやって入れ始めるとあっという間にどんどんなくなっていくですよね。はい、だからどうですかね、意外とこれできればね、この空いてるこの堆肥場所のこのスペースに将来的にはねカフェを作りたいと思ってるので、まあ5年後にはなくなってくれないと困るんですけどね、これぐらいのペースがなくなっていけば多分2、3年ぐらいでなくなりそうですね。はい、ということでじゃあちょっと操作をしてみますか。ボブキャット君ね、ということで風が冷たくてね、よいしょ、まずは乗り込んでみますよ。意外とねこのなんていうんですか、これ見てもらったら分かるんですけど、この牢屋感といいますかね、閉じ込められたね、一応こう安全を配慮したね設計にはなってるわけですけど、意外とねこれ狭くてね、こうもう乗っちゃったらですよ、乗っちゃったらもうすごく狭くてね、で安全バーをここをかけましてね、これが安全バーですね。さあ、そういうことでエンジン動かしますか。寒くてね、ちょっと風が強いんでね、もしかしたら声が飛んじゃうかもしれないですけど、まあまあこれ操作がね意外とね、両足を使ってこれでね、左足がアームを持ち上げて下げて、右足がこの何ですかバケットをね上げたり下げたりという、これがねまだ慣れてないもんでね、一個一個正確にやらなきゃいけないんでね、これを両方やるとか、あとこう全身バックがこれなんでハンドルなんですけどね、まあまあ
やってみましょうか。はい、こんな感じでね、つま先で上がったり下がったりするんですけど、はい、こんな感じね、上がったり下がったりします。そんなことでね、まず対比の山を救っていきますね。結構固まってますからね。意外とね、操作がね、ちょい難しいんですよ。できるだけね、たくさん救っていきたいんですからね。ですけどね、意外とね、下がね、結構こうボコボコしてると安定性がなくてね、意外と運転してる人はね、結構これ怖いんですよ。そこら辺がね、ちょいとね、ユンボの方が全然、ユンボ、まあ通称バックフォーってやつですけどね、あれの方がよっぽどね安定するので、特に下がね、こうやって畑とかでもボコボコしてるじゃないですかね。ここがこう入ってきて、本当はね、ここの幅ね、3メーターちょっとね、将来的に道路にしようと思って作ったんですが、これでもね、やっぱりこう旋回してね、こう背中をこっちに向けてやるのがやっぱ怖いんでね、まあちょっと斜めにこうやって入れる感じでね、まあしょうがないんですけど、そんなにね、道路にばっかり広く取れないんで、ここはね、だから結構ボコボコしてるんで、ゆっくりね、慎重に行かないとひっくり返っちゃうんで、上げまして、こんな感じですね。もうちょい上げまして、で下ろすと、はみ出ましたけども、はいはい。で、バケットを戻して、アームを少し下げると。はい。で、旋回。で、バックで下がると。まあ、やることは単純なんですけどね、一つ一つゆっくりやらないと、ちょっと危ないので。はい、この感じですね。よいしょ、これでよいしょ、汚らせ。楽は楽なんですけどね。よいしょ、降りるんが、はい、ということでこんな感じでね、スコップとあれでね、ちょっとはみ出たところを、よし、よいしょ、まあ土もこうやってね入れてあげればいいので、
よいしょ。はい。よいしょ。はい。こんな感じでね。半分ぐらいまで来ましたか。もうちょっとですね。やっぱり意外と早いですよね。よいしょ。はい、はい、この感じでもうちょいですね。通路はね、一回もう防走シートでね、押さえちゃいますんでね。はい、こんな感じで。よし。意外とね、乗り込むのがね、大変でございまして。よいしょ。いいよ、これ。よいしょ。いいよ、これせ。全バーをかけまして、はい、少し前を浮かせて、慣れれば簡単なんでしょうけどもね。まんべんなくね、堆肥を取っていかなきゃいけないんで。風が冷たくてね。下がね、凸凹してるのがね、ちょっときついんですよね。
まり寄るとぶつかっちゃうので。ゴミが入っちゃいましたけど、はい、こんな感じで、とりあえず計算上これ50個ぐらいあるわね。この15メートルのものがね、50個ぐらいあれば、キャベツ、レタス、白菜などがね、ぐりぐりね、ブロッコリー、ぐりぐり回るっていう、計算上はそうなんですけどもね。はい、ちゅうことで以上、今日はね、秘密兵器ボブキャットくんが参上といいね、かっこいいね、ということでね、ボブキャットくんが参上となりました。引き続いて作業いたします。それではまた。